私のチャンネルへようこそ JBN1 ビュー。郡川清志陽艶な表情新曲の作曲に初挑戦、泣けるけど笑える。歌手郡川清志45が24日活動休止前ラストとなるアルバムオリジナルコレクションボル03から、ロックアニフォックスアンドバラードの世界から、魔法にかけられた少女11月22日発売のジャケット写真を公開した。花が装飾されたレースの黒ドレス&ヘッドアクセで、ようつやな表情を浮かべて封入される特典写真集では、シルバーのスパンコール衣装を着用。キーアイナへの世界観を存分に表現している。収録する新曲、泣けてくるけど、笑えてくるの、では、作曲に初挑戦。作詞も手掛けており、日常にある切なさとか、ポジティブな、そしてロマンティックな乙女心を書いた作品です、と紹介した。表題曲、魔法に、も思いを込めて作詞。一番苦しんでいる人や悲しんでいる人が一番幸せになれる世の中に変えていきたいと思って心の叫びを書きましたと明かし、少女は魔法にかかって少年になってしまっつって、でも少女として生きる。そんなストーリー、と解説した。郡川清志、またいつか歌を楽しんでいただける日が、4年ディナーショーを終え、ファンに感謝。4年で開催したディナーショーを終えたことを写真と共に報告し、ファンに感謝した。大阪、東京、名古屋、福岡と4カ所のディナーショーを皆様ありがとうございました。音符。またいつかディナーショーで、たっぷり歌を楽しんでいただける日が来ますように、と綴った。郡川は年内で歌手活動を休止する。休養前の最後のアルバム、オリジナルコレクションボル03からロックアニポップスアンドバラードの世界から、魔法にかけられた少女を11月22日に発売する。郡川清志、自らが曲を厳選したアルバム第3弾のニュービジュアルを公開。自身が厳選するアルバムの第3弾。今作には今年の劇場公演で歌唱された革命前夜やゲーム信長の野望新生のテーマ曲雷鳴を初 CD 化。キーアイナ名義で作詞した魔法にかけられた少女ファーザーなど計5曲の新曲も収録されている。郡川はタイトル曲の魔法にかけられた少女は私が作詞をさせていただきました。一番苦しんでいる人や悲しんでいる人が一番幸せになれる世の中に変えていきたいと思って心の叫びを書きました。少女は魔法にかかって少年になってしまって、でも少女として生きる。そんなストーリーですとコメントした。郡川清志歌手活動休養前ラストアルバム2022年11月22日火曜日発売。キーアイナへの新たな魅力全開のロック&ポップス&バラードの世界発売に先駆けニュービジュアル公開。6月3日かねの東京明治座初日からスタートした全国4座連続座長公演。大阪新歌舞伎座公演、福岡博多座公演、名古屋御園座公演と続け、9月15日起全90公演を完遂し、無事に大仙集落を迎えた。その後は先日まで東名阪福の4大都市ディナーショーを挟みながら、10月28日かねよりコンサートツアーを再開予定。12月には恒例の東京国際フォーラムでのスペシャルコンサート2022から清志この夜ボル22からも予定している。CD リリースの方も大ヒット中の最新シングル甲州道の新タイプ D タイプ、E タイプ、F タイプの発売を11月8日日に控え、大変好評だ。そんな中、11月22日日には歌手活動休養前のラストアルバムオリジナルコレクションボル03からロックアニポックスアンドバラードの世界から魔法にかけられた少女の発売を迎える。今作も郡川清志のオリジナル作品の中から主力の楽曲を郡川元仁がセレクトしたコレクション第3弾となる今作は、ロック&ポップス&バラードの世界と題し、新たなキーアイナへの魅力を詰め込んだアルバムとなっている。
劇場公演で歌唱された革命前夜やゲーム信長の野望新生のテーマ曲雷鳴を初 CD 化にて収録。さらにはキーアイナ名義で作詞した魔法にかけられた少女ファーザー、作曲も手掛けた泣けてくるけど笑えてくるのなど、計5曲の新曲も収録。都内で撮影されたニュービジュアルは黒のヘッドドレスに黒の衣装をまとったキーアイナがエレガントに見つめる美しいビジュアルとなっている。このビジュアルは封入されるピクチャータオルにも採用されており、封入特典の写真集にはシルバースパンコールの衣装で着飾った写真なども掲載予定になっている。氷川きよしコメント。いつも氷川きよしの歌を聴いてくださり本当にありがとうございます。この度、オリジナル、コレクションボル、03カラロック&ポップス&バラードの世界魔法にかけられた少女を発売させていただきます。今回も自信作となっておりまして、デビューしてから23年間の思いをギュッと集めたアルバムになっております。今回は東京、明治座、大阪、新歌舞伎座公演、福岡、博多座公演、名古屋、御園座公演という全国4座の劇場公演のお芝居のテーマソング革命前夜やゲーム、信長の野望新生のテーマ曲雷鳴を初 CD 化にて収録しております。また、新曲も5曲収録しております。タイトル曲の魔法にかけられた少女は私が作詞をさせていただきました。一番苦しんでいる人や悲しんでいる人が一番幸せになれる世の中に変えていきたいと思って心の叫びを書きました。少女は魔法にかかって少年になってしまってでも少女として生きるそんなストーリーです。そして父のことを歌ったファーザー。これも作詞をさせていただきました。作詞に加えて作曲もさせていただいたのは泣けてくるけど笑えてくるの。これは日常にある切なさとかポジティブなそしてロマンティックな乙女心を書いた作品です。ピエロは永井先生に書いていただきました。人に笑顔になってもらうことがお仕事で頑張ってきてでもそれが終わった後の切なさというか喜ばれるのは嬉しいけれどもその裏には苦悩があってそんな歌詞の世界に自分の思いとも重なる部分がある、とても共感できる作品です。16,436 日は自分が45歳になった時の日にちなんですが、純粋に支えてくださった方や、原点である両親がいたから、ここまで歩いてこれたということをいつも心に思いながら、辛いことも悲しいことも乗り越えてきたんだなと、そんな感謝が溢れているバラードになっています。ぜひたくさんの方々に聞いてもらえたら嬉しいです。私のビデオを見てくれてありがとう。最新のビデオを受け取るために私のチャンネルを購読してください。最後まで読んでいただきありがとうございました。